はい、皆さんこんにちは。サガキャスでございます。このね、動画は21日にあります。この話題別に21日になって決まってるわけではないんでね、来年になってから決まるんじゃないでしょうかね。次期日銀総裁です。これはですね、マネーポストというですね、サイトにこんな記事が出てまして、18日の7時週刊ポストに出た記事みたいですね。来年4月に日銀総裁交代で2人の後継候補、どちらが選ばれても金融引き締めに転換へということでございました。再々このですね、動画でも話題にしてます、私のチャンネルで話題にしております黒田日銀総裁ですけど、任期が来年の4月まででございますんで、すいません、この時間にゲップが出るんです。はい、4月までございます。その時期が来ると必ず交代ということになろうかと思います。で、この記事ではですね、そのあれです、候補が2人いると、いうことになりますね。そのどっちなんやという話ですけども、金融シンクタンク東端リサーチ社長でチーフエコノミストの加藤井出さんですかね、井出氏が指摘する。現在は岸田政権の認識と黒田日銀の方針が非常にちぐはぐになっている。岸田政権は物価高を抑えなければ国民の不満が高まると心配して、ガソリン価格上昇を補助金で抑え込む政策を取っているのに対し、黒田日銀は物価を下げるべきだとは全く考えていません。それというのも、日銀は安倍政権時代に政府との間で毎年物価が 2% 上昇する経済にするという協定アコードを結んで、共同声明を発表していると。黒田総裁がなぜ金融緩和方針を頑なに変えずにいられるかというと、その共同声明を認識の見旗にしているからです。そんなんあったような気がしますね。もう10年近く前なんで忘れましたけども。政府が明確に物価を下げるという政策にするなら、安倍政権時代に決めた共同声明を変える必要がありますということですね。だから黒田は金融緩和やめないということですね。日銀総裁は国会同意人事で首相が人選し、衆参両院の同意を得て任命される。次期総裁には2人の有力候補の名前が挙がっていると。現日銀副総裁の雨宮正義と前副総裁の中曽宏大和総研理事長だ。黒田総裁が財務官僚出身なのに対し、2人とも日銀プロパーであると。大体まあテレコなんですよ。だから次は日銀やろうというふうになってます。黒田さんの前の白川さんは日銀でしたからね。中曽さんは黒田総裁の元で2013年から5年間副総裁を務め、その後雨宮氏が副総裁を務めています。金融政策の方向性が決定的に異なるというわけではないが、雨宮さんは副総裁になる前から黒田氏のブレーンとして、異次元金融緩和のアイデアを出した人物ですと。一方、中曽さんは雨宮さんより金融政策正常化への問題意識が強いように思える。現在の日本経済はあまりに金融緩和をしすぎて副作用がいろいろ出ていると。ご意見あります。これ加藤氏の話ですね。経済アナリストの森永卓郎氏も同様の見方だと。森永さんね、岸田首相は次の日銀総裁に黒田抜が路線をはっきり転換させるつもりです。まあそうでしょうね。だってそれがね、金融緩和はやめないからですね、どんどん円安になって、物価が上がって、自分のですね、支持率がですね、下がっていくわけであって、黒田お前と岸田は思ってるでしょうね。雨宮総裁なら緩やかな金融引き締め、中曽総裁であればそれよりも急激な金融引き締めに向かうでしょう。私は次期総裁は黒田路線から遠い中曽さんが選ばれる可能性は極めて高いと見ており、最近は市場関係者の間でも中曽総裁を予想する人
の方が多い。どちらが選ばれても日銀は金融引き締め、利上げに転じる可能性が高い。来年金利上がりますね、金利。実は金融引き締めに転換する準備はすでに始まっている。岸田政権発足直前には日銀のマネタリーベース、資金供給量は月末残高で前年同月比プラス 12% で金融緩和状態だったが、この8月の月末残高は黒田総裁が就任してから初めてマイナスに転じた。日銀は徐々に資金供給量を絞り始めているのだ。長く低金利政策を続けてきた日本でもいよいよ金利上昇局面を迎えようとしているということですね。インフレを抑えるためにはやっぱしですね、金融緩和やめて、金利上昇して多少経済が悪くなっても物価を下げるということを優先すべきでしょうし、それがまた岸田内閣のですね、支持率を上昇させることにつながるわけであって、黒田のおっさん派をやめと私は思ってるんですけども、まあ任期いっぱいまで行ってもですね、その後は金融引き締めに転じて日本も金利のある国にですね、なっていくんではなかろうかと予想しております。そうなりますとですね、長く続いたですね、この東京のですね、マンションバブルもいよいよ終わりの時ですね。来年金利が引き上げられると、そこで多分ですね、まず、取引が止まります。中古マンション売れなくなります。新築マンションも売れなくなります。フリーズ局面というのがですね、その数ヶ月から半年は続くんではないかなと。で、その後、下落局面へと。そっちへ曲がっていくわけでございましてですね、まだだからですね、マンション売りたいと思ってる人はですね、今のうちに売り出しておいておかればですね、来年の春までには売れるでしょうから、欲をかかん限りね、相場が8000万やのにどうしても1億やとかって言ってたら売れませんよ。それ売れませんけど、相場が8000万のマンションであれば、8000万で売りましょうということをやっていればですね、都心の物件であればほぼ売れるでしょうし、ちょっと郊外で例えば5000万エリアのところでもですね、まあ、半年あれやなんとかなるんちゃうんかなと思いますね。だから売りたい人は今のうち売りましょうね。どん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 その時間が経てば経つほどですね、余裕がなくなっていくと思いますよ。で、住宅ローンを返せる人、返せる人にとってはこれはちょっとまずい話ですね。どれくらいのペースで金利が上がるかというとですね、多分日本はね、そのアメリカみたいにね、1年始まりと終わりを比べたらね、3% や 3.75 やとそういうことにはならないと思うんです。せいぜい年に 0.5、どんだけいっても 1% も上がるかなという感じがします。で、まあ言うて 0.5 でしょうね。0.75 かもわかりませんけども。でもじわーじわーと上がっていくわけですよ。これは嫌でしょう。まあでもしゃあないですよ。しゃあないで済ます人はいいんですけども、返せなくなる人だって出てくる可能性があるわけですね。そうなるとですね、打って生産っていうことになるわけですけど、その、来年の後半からきっと下がり始めますからね、マンションの値段も。最初のうちはね、ちょっと下がったって買う慌て者がいるんですよ。前のバブルの時も言いました。そういうのはいるんで売れますけども、もうだらだら下がり始めて1年も2年も経ったらね、もう今4000万やったら次3500万に出しとかないと売れまへんでとかいう話になってくるわけなんですね。それでね、ローン残債が残るなんていう悲劇もですね、まあ2、3年後、にはですね、出てくるんちゃうんかなという気がしますね。3、4年後、2、3年後。で、いや、一回金融引き締めに転じたら多分長くとも3年や4年はやってるんちゃうんかなという気がしますね。だから、長く金融緩和やりすぎましたからね、いろんな面で日本の経済がいびつになってるんですよ。この黒田のおっさん一匹のせいで。なんでそれが徐々にですね、こう、正されていくのではないかなと私は期待をしてるんですけどね。まあ、それはわかりません。ただ、もう、ゼロ金利というのがですね、もう終わるというのは確実でして、もう次また何かあってもゼロ金利に戻すなんてことはよほどのことがない限りですね、やらないと思いますね。この弊害っていうのはもうよくわかりましたからね、我々。ですんで、ですね、来年の4月ですね、誰が日銀総裁になっているのかと
というのは今後ものすごい注目でして、このあれですね、森永さんの予想通りであれば中曽さん、それで年に 0.5 ぐらいはいくでしょうね。はい、皆さんどうもありがとうございました。